なにわ男子の道枝駿佑が、10月スタートの広瀬アリス主演ドラマ、マイ・セカンド・アオハル、TBS 系でヒロインの相手役を演じることが話題になっている。同ドラマは、広瀬演じる将来に悩む30歳の OL が大学生になって第二の人生を歩むストーリーで、道枝はヒロインの人生を左右するミステリアスな大学生を演じる。そこで今回は10から30代の女性100人に、年下彼氏が似合うジャニーズについて聞いてみた。第3位は、なにわ男子の大西流星。大西は7月期の主演ドラマ、アカサス・ライフ、日本テレビ系で、自分のコスメブランドを立ち上げるメイク男子を熱演。共に起業する井桁弘恵演じる理系、すっぴん、年上女子に惹かれていく、ひたむきな様子を演じた。子犬みたいで可愛いから、27歳、女性。可愛らしい感じが年上女性にモテそうだから、34歳、女性、学生、フリーター、年下感があるけど、大切にしてくれ、そう、28歳、女性、主婦、大きな目がうるうるで年下っぽくて可愛い、29歳、女性、お兄ちゃんっぽいところが想像できないから、24歳、女性、学生、フリーター、あどけない顔立ちで年下感がある、37歳、女性、第2位は、子犬系、なにわ男子、道枝駿佑。第2位は、なにわ男子の道枝駿佑。道枝は冒頭で触れた通り、広瀬アリス主演、マイ・セカンド・アオハルでラブコメディを演じる。容姿端麗だが何を考えているかわからない、低体温、男子で、広瀬演じるヒロインに影響を与える存在を演じる。可愛い顔立ちで、スタイルが良く、かっこいい役が似合いそうだから、24歳、女性。リードしてくれそう。でも甘えるときは甘えてきそう。37歳、女性、パートアルバイト。キラキラしていてそうやか。28歳、女性、主婦。あざとい。ザ・子犬系。22歳、女性、パートアルバイト。年下感がある。背が高いのも元的。16歳、女性、学生、フリーター。年上女性を大事にし、そう。36歳、女性、主婦。第1位は、甘えん坊、キンプリ高橋海人。第1位は、キング&プリンスの高橋海人。高橋は、2022年放送の主演ドラマ、ボーイフレンド降臨。テレビ朝日系でラブコメディに初挑戦。桜井由紀、田中みな実演じる二人の年上女性を翻弄する年下男子を演じた。弟感がある、25歳、女性、研究開発。甘え、上手そう、31歳、女性。事務職。人懐っこい笑顔が良い。33歳。女性。主婦。年下彼氏の特権は甘えることだから結構。甘えん坊の甘はちょうどいい。37歳。女性。年下顔でふわふわした雰囲気が可愛い。24歳。女性。主婦。可愛い感じが似合う。母性本能をくすぐる。36歳。女性。主婦。見た目がおぼこい。喋り方もおぼこい。29歳。女性。学生、フリーター、垂れ目が可愛い、24歳、女性、主婦、甘え、上手そう、子犬系、35歳、女性、財務経理、上目遣いがやばそう、28歳、女性、事務職、可愛い系メンバーが続々ランクイン、年下彼氏が似合うジャニーズ、第4位以下はこちら、画像、年下彼氏が似合うジャニーズ、なにわ男子、道枝駿佑を抑えた、甘えん坊な第1位は、